地面が引き裂かれたような大きな地割れ、珠洲市の蛸島漁港です。こちらでは大規模な液状化などが発生し、向こうに見えますあの施設、あそこでの競りが再開できない状況が未だ続いています。それでもこの春、自ら漁師になりたいと志願してこの世界に飛び込んだ若者がいます。今日は漁に青春を捧げる若いのとびとに会いに行きます。能登の人は土に生まれ土に帰る。私はそんな能登人に会いに行きます。珠洲市の蛸島漁港では地震の発生から3週間後にようやく定置網漁が再開しました。現在週5日漁に出るという上野時雄さんのもとを訪ねました。あ、ここ港、はい、本来はおそらく ここが、あの元の高さだったんですか、とかでこんだけ沈んだ状態ですか。沈んだということですね。これがちょっとこの分だけこっちへ傾いたというか、はあ、ロープが、まあ、結構何十人もしてあったので、ね、今船助かったんかなと思うんですけど。あ、船自体は助かったんですね。船は全部無事でした、はい、なるほど。船は大丈夫だったんですけど、その他今これ困ってることってのはどんなことがあるんですか。で今はほんで、特別今のところはないんですけど、時間的に、はい、あの通常の操業はできなくなったで。漁港の施設の損傷が激しく競りを行うことができません。そこで上野さんたちはこれまでよりも4時間ほど漁の時間を早め、水揚げした魚をトラックで金沢まで運び競りにかける手法を取ったのです。このスーツというか能登の魚を皆さんに届けたいというね、思いがあったんですけど、なんとかという思いだけでこうやってこられたと思いますけど、その分一つ何か少し光というか嬉しいことも春にあったんですよね。そうですね、あの新しい今あの高校を卒業されたフレッシュな人材が入ったということで。前作人さん、今年3月高校を卒業したばかりの漁師1年生です。今は先輩の後ろ姿を見ながら道具の使い方などを勉強中です。朝早くからごめんなさい。緊張するな。頭まだ回ってないし。緊張するな。春から入った。春から、はい、はい。前さんなんですが、働きぶりはいかがでしょう。即戦力というか、即戦力で自分の与えられたポジションをやるんですけれども、まあ、初日からもうしっかり網起こしの作業をやっているのを見て、あ、これはまあ頼もしいなと思いながら見ていたんですけど。あんまりまだまだです。まあ、ここはやっぱりあの、まあ、危険な作業もあるんで、安全管理とか、はい、ロープの扱いはまあ教えるんですけど、戸惑うとこあるかもしれんけど、まあまあ、あの 100点よ。やってみて今いかがですか。やってみてやっぱり自分は海と魚好きなんで、すごく楽しく仕事をさせてもらってます。能登の海と魚が大好きという前さん、子供の頃の思い出が漁師になるきっかけになりました。自分のおばあちゃんが釣りと魚を教えてくれて、でちょっと魚を食べさせてくれて、でそれで一番最初に好きになったんですよ、魚と海を。へー。でじいちゃんがその漁師、定置網をしてたわけじゃないんですけども、まあ、底引きとか行ってたっていう話を聞いてかっこいいなと思って、自分も漁師目指そうってことでなりました。僕もあのじいちゃんと
近くの港行って昔釣りしたことがあって、やっぱそういうのってなんか思い出すぐに残る。残りますね。ねえ。そういうのは。漁師になると決めた前さん。高校は水産の家庭がある県立能登高校へ進学。授業の職場体験で知り合ったのが上野さんでした。こうして漁師の最初の一歩を歩み始めました。板子一枚下は地獄と言われる世界。決して甘くはありません。毎日這いつくばって仕事を覚えます。ロープを巻くときにロープが張っちゃうんで、それ飛んでくるかもしれないんで、それが危ないって言われますね。よく巻くときは焦らずゆっくり巻いてって言われます。焦りが一番多分ダメだと思います。やっぱ焦る。焦りますね、やっぱり。難しいね、本当にね。へこむことも多い。へこむことはないです。おそうなんですか。はい、やっぱりそこは怒られても勉強だと思ってるんで、大事にしてます。まさかここに見えるプレハブはこれ何ですか。これはもう、ここら辺漁港の人たち の、はい、その仮設住宅です。漁港の人たちの仮設住宅っていうのはあるんですか。はい、あります。もしよかったらちょっと、はい、いいですか。すいません、ここ入り口を、靴は大丈夫ですか。靴は大丈夫です。あ、すいません、一旦タオル振ってもらって。あ、はい、失礼します。おお、一人暮らしの若者のうちに入ってしまいました。不便ですね、やっぱり。高校卒業して今度1ヶ月ってことにもなるけど、はい、同級生の子らって今やっぱり地元離れた子も結構いたりするの。親さんもこの地震で仕事なくなったっていう人も多くて、それで一緒に金沢の方行こうっていう人も結構います。家族で。家族でも。能登地震にすごい当日もやっぱもちろん見舞われて、はい、すっごい大変だったと思うし、これからも地震あるかもしれないと思うじゃない。思います。思うよね。でもここでここに、はい、いたいとは思ってます。その思いの一番のところって何ですか。やっぱり祭りが好きだったからってのと、ここの魚が美味しくて海も綺麗なんで、ここで仕事したいなって思いました。今後この漁についてはどんな形で、もちろん立て直していくこともあると思いますけど、今後に向けてはどのような感じで思っていらっしゃいますか。これからやっぱり地元の漁協の整理が復活することが一番ね、こちらとしては願いで、そうするとやっぱり平常の操業ができることになるんで、それが一番ですね、はい、やっぱりこれからもこの能登すず大好きなんで、残って頑張っていこうかなと思います。これからまた皆さん頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。ふるさと愛する新人漁師前さんにお話を伺いましたけども、まあ、VTR にもありましたけれど、この魚っていうのはこれ金沢の競りに今間に合わせるために港に戻るとすぐに選別作業に入るそうなんですね。で、新人の前さんはこの作業をしながら魚の種類や特徴を覚えていくのが今一番大変なんだということなんです。で、そんな前さんの癒しがあります。それがこちらの猫なんですね。で、この猫ちゃん隙あらばなんと魚を持っていくそうなんですけれども、舞さんにとってはどこか憎めない、癒される可愛い存在なんだということです。いつか行われるですね、祭りを待ちながら、そして地元で踏ん張る舞さん、これからも頑張ってほしいなというふうに思います。